実は。ハローラン、ハローラン、今日最終枠です。なんか枠とか言ったらなんかあれやね、うん、なんかガチ感出るから最後のコマって言おう。ローラン、ローラン、こんばんは、こんばんは。星ありがとう、みんな。ちょっとライト白にしようかな。でもね、ここ漏れるねんけど、難点が一つあって、熱いっていう熱いんですよね。扉閉めてるからさ、密閉された暑いの。だから1時間耐えれるかっていう勝負に出たいと思います。なんで皆さんも頑張って、暑いとこで一緒に見ませんか。うん、星集めてくる、ありがとう、いってらっしゃい。洗面所暑いんだよな。うん、はい、明日はこのスケジュールで配信しようと思います。30、31時間でやります。12時半はちょっと無理かも。こちらで行きます。明日はなので、来れるところはみんな来てください。ハートありがとう。ユーティレットさん、レイモスターありがとう、いっぱいありがとうございます。カウントって何？カウントっていうのはコメント欄に数字だけを1送信、2送信っていうのを50までやるっていうのがあって、一配信につき1人コメントが50個までポイントになって、1コメント1ポイントになるんですね。なので、そのカウントはコメント欄には反映されないので、ってやつですで、カウントじゃなくても普通に50個コメントするのでも同じポイント数にはなるんだけど、まあでもカウントした方が分かりやすいかなって言われてカウントしてるって感じ。こんばんは、こんばんは。なのでよかったら通りすがりのあなた、あなた、あなた、カウントだけでもしていってくれませんか。あらら、あらら、デュークさん、タコありがとう、ありがとう。ハートフクちゃん、ありがとうございます。マーク、レモスターありがとう、いっぱい。レインボースターっていう実はめっちゃ強いやつがあってね、星ってさ、一つの星で1ポイントやん。レインボースターって、あ、これ無料のやつじゃないけど、レインボースターってね、一つで100ポイントやねん。やばない？だからレインボースター、ある人投げてあらら、ララン、あ、SMS 認証してね、みんな。まあこれまあでもこの配信が終わったらラーマやっとお風呂に入って寝れるっていう、寝たい。うん。でも自撮りしな、今日漏れてるからあとありがとう。
ハマーさん、ありがとう、レインボースター。マー君ありがとう、レインボースター、ありがとうございます。やばい、開始約5分でもう暑くなってきた。そこお風呂やから、シャワー持ってきて冷水浴びながらやろうかな。うん、一星30分前がベスト説と45分前がベスト説、正解がどちらだ。でも45分って言ってるこの方が多くない？一星、レインボースターってさ、何であれ手に入ってんの？なんか気づいたら手元にいない？レインボースターって、レインボースターはなんかね、なんかのあれとかで急にもらえたりするんだよな。レインボースターってなんかもらえるあれってあるっけ？500個投げた、ありがとう。星やつみく、いってらっしゃい、見送る。金のおまけ、あ、そんな感じだっけな。なんかな、イベントのなんか不具合の詫び、あー、そういうやつだ。なんか不定期にポンってなんかごめんみたいなテンションでくれるやつやねんな、多分ショールーム側から。ちなみにレインボースターは画面の右下の星マークのとこ長押ししてスクロール、多分一番下におると思う。こんばんは、こんばんは。明日は朝7時から7時半に30分、明日のスケジュールねで、次は12時から12時半で30分やります、お昼で。夜もう空いて、夜が9時から10時、1時間と1時間空いて11時から、20時にやりたいと思いますで稼ぎ行ってきます、いってらっしゃい今スタートしました。何このイベントがってこと？ね、そうだね。ララン、ララン。あ、でもね、今日これ3個目やから、もう今2時間今日配信してんけど、フォロワー何十人も増えてて、嬉しかった。フォロワーそんなあまり毎回気にして見てなかったんけど、なんかポッて見てみたら、なんかめっちゃ増えてて。だから出稼ぎに、どこかから出稼ぎに来た人が意外とちょっと気に入ってくれて、フォローとかしてくれたのかなとか思って嬉しかった。ほら、あ、今もほらフォローしましたって、ありがとうあ、違うショールームのフォロワーが増えてた、だから良かったです。可愛いからじゃね？え、マジ？確かにな。うん。最近でも可愛いと思う。最近ってかなんか。ちょっと。気まずくなったわ気まずっと、うん、博多推しさん、何それ、あ、ペンライトか、白すぎて見える方、ありがとう。ゆうじさん、タコ、ありがとう。かぜちだるま、ありがとう。さては恋しとるな、やばい、バレた
うん、でも嬉しい。あ、あ、歌詞持ってこなせた。まあ、いいか。宇宙で一番可愛いよ。はい、その発言撤回させま、させへんからな。急に怖い。カウントしてくれる人もありがとうございます。星もありがとう。うん、つすさんかわいい、ありがとう。バチェロレって、いやバチェロレってさ、なんか意外と見る時間なかったんだ。なんか 2時間ずつ空いててんけど、なんかツイッターツイートのやつやったりとか、なんかいろいろ友達と連絡取ってたりとか、なんか配信っていうか、なんかいろいろなんか準備したりとか、これ変えたりしてたら、なんか意外となんかそんなに、ふうバチェロレって見ようみたいな時間にはなんなかったな、意外と。ランちゃんが可愛すぎるので5億年ぶりに遊びに来たら、めっちゃ長生きやん。ギネス乗りな。ありがとう。プリプリ星集めてる時に落ち仕掛けて顔面にスマホを通したし、命がけはしま、星集めてきた。それは命なってない。やるよな。こうやってありがとね。愛。今日のランちゃんいつも以上に可愛い。今日のさ美女なんかめっちゃみんなに刺さってんねんけど。この美女で一生おったらさ、世界取れる、もしかして。無理。なんだよ、ストレートがいいんかな、前髪、服、メイク。こんばんは、こんばんは。欲しいね、ありがとう、抜けてくれてる人。おとんさん、だるまね、ありがとう。確かにこれ美女良すぎるんやったらお風呂入られへんねんけど、ちょっとどうする。うん、ツイッターの1枚目の美女すぎた。あれさ漏れてるよな、思ってん。だからあれほんまは1、みんな見た、ツイッターのアップの方、あれ漏れてるよな、やっぱ。自分でも見て、これ結構可愛いやんと思って、あれ1枚で載せようかなと思ってんけど、まあでも全身載せるとか言ったしなと思って、ちょっと全身も追加しちゃった。美女を撮るかお風呂撮るか、どうしたらいい。でも明日もこのままでおったらメイク崩れるから美女は悪くなるんで、お風呂入ります。はい。じゃあ明日も髪の毛ストレートにしてみるよっかな。じゃあわかんない、もしかしたら巻いてるかもしれないけど、ストレートにするかも。昨日って今日と美女強すぎツイート見た、声出た。マジ声出るのはまあまあ美女いい。嬉しい。ララン、ララン。ねえ、てかさ、ちょっと気づいたこと言っていい？これみんなの中にも気づいてる人いそうなんやけどさ、これさ、ショールームのさ、順位さ、1日に1回しか更新せえへんみたいな感じだけどさ、順位こそ出てないけどさ、これバーナーのさ、ルーム一覧のとこさ、あれランキングじゃない？あれだってさ、めっちゃ随時あれ場所変わってない？なんかめっちゃそれランキングやんと思ってんけど、どうなんやろ、違うのかな、知らないんですけど。まあでも明日の昼になりゃどの道ランキングが出るらしいから、まあ別にいいんだけど、なんでも
うだよね。いやランキングこう随時更新しとるやんって思っちゃった。ちょっともざってきた。えマジ？ちょっと今ドア閉めててんけど開けてみた。ドアのすぐそこに Wi-Fi があるねんけど、どう？もざってる？ハートありがとう。あ、やすゆきさん、タコ。ありがとう。ありがとうございます。今日最後寝かせきんでくれ。いただきたい。ランキング出るの15位以上だけ。そう。15位までしか数字としてはランキング出ないらしい。ロラン、ロラン。明日19日です。え？そうやん。ちょっと待って。そうやん。待って、なんで明日20やと思ったやろ。明日19か。え、ありがとう。だ。この15分ぐらい誰も気づかんかったらやばない、これ。間違ってんの。ちょっと待って、色違うかも。19か。あぶねえ。ちょっとなんか色濃くなっちゃった。違うペン。19や。危な。え、今日 18？ そうやん、今日散々サインで7月18って書いたのに。うん、え、マジでありがとう、うん、感謝。19です、すいません。明日です、これ。うん、え、待って、ランゴさ、これ書き出した時にさ、携帯で見てさ、ああ20やなと思ってんけど。え、ボケてる。19か。19です。危ない危ない。スノーレインボーさん、レインボーさん、ありがとうございます。ありがとう、ハートありがとうございます。本当に選抜入ってほしいから星投げます。もうその気持ちで超嬉しいよ。ありがとう、ありがとうございます。あ、イベント詳細はここから見れます。あ、また反転してるかな、こっちかな。あの、これバーナーピンクのやつ。バーナーじゃないか、バナーか。バーナーはあれか、炙るやつか。うん、DD になりかけてる人に一言お願いします。うん、こっち来ちゃいな。うん、なんちゃんのやる気を信じて。やる気あるよ。ミスった、バーナーって言っちゃった、ごめん。まあ、ずっと炙ってた。ごめん、やる気出すぎてずっと炙っちゃってた、ごめん、間違えた。でも別に、でも誰も指摘、そんな指摘来なかったじゃん。笑いすぎ。いや、笑わせて。みんなで笑おうや、いっぱい楽しく。音を炙るなら私炙るな。ごめん、その先行っちゃった。炙っちゃった、みんなのこと。最近なんちゃんのルーム来てみた、面白くて可愛くてなんちゃんハマってます。ほう、いいよいいよ、ハマっちゃいな。うん、なんちゃん朝からメイクする。いや、1個目はすっぴんでやる、もう無理。朝の7時からメイクは無理です。いや、でも2個目はもうメイクしてると思う。笑える配信って書いてありました。はい、そうです。何の配信は、
あのまあ一笑いできる配信があると思う、あるやると思います。何言ってんの。ローラン、ローラン、課題のレポート早やれって言ってください。早やれ課題のレポートあんた。え、誰やなレポートやんの、頑張ってマジで。ランもいつもギリギリにやってたから間に合えばいいよ。ツイッターの写真かっこよかった、かっこよかった、え嬉しい。なんちゃめもたまにキムタク出る。ちょ待ってよ、ごめんなさい、本当に各位ごめんなさい。うん、ロランロラン、バディガイさんタコありがとう。ありがとうございます。お仕事カウント完了ありがとう、明日も仕事なんで失礼します。あー、いってらっしゃいじゃない、ごめんごめんごめん。深夜に行かせるとかやった仕事。ごめん、間違えた間違えた、今からはいかんでいいよ。うん、明日誰かとしゃべし、あのね、会話があるといいね。レタスかわいい、ありがとう、嬉しい。ヒロさん、くまったわーじゃん、ありがとう。ありがとう。か、書くね。ありがとうございます。ハッシュタグ決めないの？ハッシュタグ？あー。なんちゃんに炙られたい的な。え違う、え、ま、え違う、あーハッシュタグね、あー考えてなかったな。なんちゃんに、あー、まあ、ハッシュタグなんちゃんに炙られすぎて困ってますとか。いや何のタグ、ショールームの、ショールームのタグじゃないんかいっていう、うん、そうツッコミ受けそうなハッシュタグですけど、アブラン、アブラン、ヒロさん、クマタワー。でもさ、ちょっと待って、話めっちゃ数時間前に戻るねんけどさ、戻りすぎ、あの、あ、後ろにさ、タワーとかくれたやつさ、あのハートのメモ帳みたいな、あやねさんが来たやつ可愛いから、あれやりたいからさ、ダイソーで買ってくるわとか言っててんけどさ、あの配信場所さ、コロコロ家の至る所で配信してるからさ、って思ったらちょっと無理じゃない、いちいち全部張り替えるのやばいよねって思って、どうしようか迷ってきた今。でっかい台紙かなんかに貼ればいいか、じゃあその台紙ごと移動させれるか、頭いい、イエーイ、はい、ごまたわ、ありがとう。あ、コルクボードね、コルクボードって響きも懐かしい。そうやねん、ここはいいねんけど、あっちいいから。ここね、はい。ヒロさんありがとう、くまたわ、あ、ごめんまた勢い強すぎてリングライトに肘ボーンって当てちゃった、やばいやばいやばい、うん、炙りすぎありがとう。あ、トリチューさんもくまたわ、ありがとう。え、固まってる、やばいやばい、え、固まってたね、大丈夫、戻ってる、やばい、冷蔵庫に、ま、携帯突っ込まな、やばい、暴れすぎた、
ちょっとおしとやかにいくね、暴れすぎたから。え、これ映ってた、今の止まってなかった？ラーさんありがとう、くまたわん。ありがとう。まあまあ固まってた。やばすぎ。うん、星投げ1000個完了。すごい、ありがとう。クマタワー、なんかピンクのクマのぬいぐるみとかなんか見つけたら買ってこようかな。ありがとう。ちょっと待って、2022のさ1個目の2でかすぎてさ、なんかズーみたいになってるけど、え、どなんか動物園みたいじゃないか、ズー。うん、めっちゃでかすぎた。三周終わった、三周できた、ありがとう。キュンです、本当にありがとうね、マジで。もうこの恩は絶対返すから、どう考えても。あ、荒ぶるな。はい、ズー、ありがとう。アリキューさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。三周終わり、みんなすごすぎ、ありがとう、ガチでめっちゃ嬉しい。三周できました、ありがとうね、めっちゃ嬉しい。混ざってるかも。え、やばい、ちょっとどうしよう、混ざってる、どうしようかな、混ざってる、ちょっと充電抜いてみた、どう、やばい、え、止まってるかな、ラグかな、大丈夫、うん、これできる、あ、あ、ちょっと待って、あ、ね、音聞こえる、あっちの音あ、消えた、もざったり直ったり、あらん、ちょっと待ってすいません、音入ってますはい、いきなり聞こえる、変な、ランがでかく喋ればいいか、綺麗になった、よかった、うん、明日のその美女で、あー、オッケー、ちょっと待って、今日のメイク覚えとくわ、じゃあ、あ、今日のメイクって言ってもそんなに大していつもと変わらんねんけど、じゃあ明日もこの美女で行くね、ローラン、ローラン、ちょっと待って、え、ちょっと待って、え、ハッシュタグ、あの、なんちゃに炙られたい、あれ、え、あれやで、あの、ん、あれは、え、可決してないよえ、やめてね、ランのファンの人たち、やばい人たちと思われるからやめてね、それね、そのこれマジで振りじゃないからでもやめて、ランが適当に思えたって言ってしまっただけやから、やめて、撤回させて、なんちゃら炙られたいだけはマジで、ちょっとあの、みんなが誤解されるからやめよう、みんなが誤解されるからやめよう、さすがに、さすがにやめよう、うん、さすがにやばいからやめよう、
ハッシュタグいるかな。いる？なあ、ハブられたよマジで。あの関係ないねんで、ほんまやめな、あんたたち、あんたたちって言い出したらなんないけど、ごめん。初めまして、初めまして。AKB48 あ、映ってない。AK あ、なにこれ。あ、やばい、みんなやってみてこれ。残ってこれになる K。 K やばない、なにこれ気持ち悪い。AKB48 のタグチチーム K の小林蘭です。キモすぎんこれ。どういうかこれ。キモ。こんばんは、こんばんは。うん、トントンちゃん、クマちゃんありがとう。かわいいクマちゃん。ありがとう、イェイイェイ。ちょっと多い。でもあのこれはチーム K ファンの人あるあるなんやけど、あのお見送りでなんか K みたいな K ポーズ結構やってくれる方多いんですけど、リアルに7人に1人ぐらいあのアロハになってる。指一本足りんで、それアロハやでって言っていつも突っ込むんですけど、可愛いなと思いますね。アロハになってる。もしくはもしもし、あ、しもしも、こんばんは、こんばんは。うん、ちょっと待って、アブリ系アイドルはやめよう。それはね、ギャルよりやばい。まあ、気になりはしそうやけどね、アブリ系アイドルって。ちょっと待って、ちょっと。よいしょ、画角。うん。地べた座ってる。1時間ならお尻耐久できるね。2時間とかなってきたらお尻痛くなるんだけど、1時間はね大丈夫。昔3時間だって配信してたから、座れてるだけありがたい。ラランララン、皆さん明日来れそうですか配信。お見送りの時みんなの前で炙ってください。ごめん、炙ってくださいって何。ゴーってやればいいってこと。炙ってる概念むずいねんけど、持ってこいが買ってくる、ドンキとかで。メモ、ハートのメモ帳と一緒にガスバーナーも買ってこいかな。店員さんにやばな、この子やばそうと思い、それからやっぱやめる。うん、昼は無理ぽ、マジぽ GK ですね。嬉しい。ちょっとあの普段ねこんなに可愛らしい字じゃないねんけど、ちょっと可愛く描いてみた。可愛い方がいいかなと思って。今日は3配信とも3週カウント管理したよ。ありがとう、ありがとう、嬉しい。うん、ちょっと可愛く描いた。
どっちかって言ったらね、あの右上がり系のあの文字字やねんな、字体、自分あの小林フォント、うん、だるまありがとう。はるるん。星集め先生、今朝行ってくるくる。ありがとう、くるくる。くるくるっす。うん。なかったことにしようと思ったけど無理、バレる、あくびしたの。サインやだって、お、え、次日曜って次の31かな、まあくびはあの呼吸と一緒なんでなんていうかさ、めっちゃ話変わんねんけど、あのな、最近あの車酔いな、もともと結構車酔いするタイプなんやけど、車酔いめっちゃ出てきて、なんか今までさ、ロケバスはあのランなあの酔わんかったんよ。だからなんかこうでかい空間やったら大丈夫やったんよ。だからあのなんていうの、修学旅行とかで乗るようなでっかいバスとかやったら大丈夫やったんやけど、なんか車がマジで無理で、普通にあの自分家の車でもなんか10分とか15分乗るだけでほんまに酔うんですよ。タクシーとかもマジで無理で、であの今日ロケバスで初めてロケバスで酔って、めっちゃ気持ち悪くなってね、めっちゃでもないんだけど、なんか普通にああ気持ちってぐらいの酔い。どうしたらいい？だからさ、あのマジで車がね無理やねん。あ、スマホ見てない。スマホ見たらあのほんまに無理って分かってるから、スマホ見んようにしてねんけど、乗るときほんまにスマホ見ずにこう無心でも目つむって乗るねんけど、それでも酔っちゃうねんな。ほんまにドライブとかなん行かれへん。まあ免許持ってないねんけど、持ってないんかい、持ってないねんけど、そうやねんな。まあ酔い止めやな、やっぱ結局酔い止め。でもさ、あの酔い、あのさ普通にさ酔い止めのさ飴ちゃんって普通にあれ美味しいやん。あれほんまに効くんって思っちゃうねんけど、ええちゃんと飲めねんで、飲むとき飲めねんけど、この普通のたかが一粒のさ飴ちゃんでさ、よ果たして効くん。なんか薬とかなんかエナジードリンクとかそういうのあんま効かん人やねんねんの。え、効いてんのかな、自分の体が鈍くて効いてないって錯覚してる時かな、うん、そうだから今日もお話し会のあのロケバスで酔って嫌だったっていう報告。うん、トリチューさん、タコありがとう、嬉しい、タコありがとうございます。デュークさん、タコありがとう、ありがとうございます。ダルマありがとう、気の持ちようかもしれない。いやーわかる、てかママにもさ、てか普通にまためっちゃ車で酔うようになってんけどって言ったら、いや思い込んでるからやろみたいな言われてんけどさ、ちゃうって思い込んでないよ、普通に何も考えずに乗ってんのに酔うの。空腹すぎても酔いやすくなる。あ、そうなの、あ、じゃあそれかな。
アイスありがとう。アイス食べたい。あんちゃん妙に大人っぽいね。妙。大人な。まあ、やっぱランも言うて大人やからさもん。ラランラランエブサクも良くないって聞く。あ、そうなんか。それなりには寝てるはずなんだけどな。逆に車酔わせてやるぐらいの強い気持ちになってる。あ、やろう。それあ、待って。それやるわ。次。次。うん。次車乗るときに。シャーっていう気持ちで乗る。じゃあやってみるね。うん。でもな、車が酔ったらな、事故を起こしてると危ないよな。車が勝手にこうやってやってたら。まあ。うん。ちょっと車に乗ってる時だけは自分が中心で世界が回ってるっていう考えるようにするわ。じゃあさ、だって酔うってさ、こうちょっとこうなるやん、頭。でも自分が中心やったらこうはならへんや、周りが動くだけやから。あの車に乗るときは自分が世界の真ん中って思っとくわ。酔う人はみんなでこの考えやってみよう、一緒に。あ、死ぬ。何を真剣に。やばい、携帯重なってきた。頑張って。大きいバスは、うん、でっけえバスは大丈夫なんですよね。だからさ、なんやろ、車とかなんか、あのだから軽とかの方が多分まだマシやね。あ、軽とこっちちゃうで、あの軽自動車の方ね。分かってるわって感じ。だからさ、あのなんかなんていう、あの高、なんかさ、高級車とかさ、あれ低いやん、上のとか結構無理やねんな。なんか狭い、別に兵士恐怖症ではないんやけど、全くもって、なんなら狭いとこ好きなんやけど。うん。こう高いやつの方がまだマシかも。小さい飛行機も言うっていうね。小さい飛行機乗ったことない。でもな、前に飛行機に数年ぶりに乗ったんよ、去年。あのなんていうの、あの耳がさ、あのワーンってなるやつ、なんていうの、耳鳴りじゃない、あれやん。それがもともとそんなになかった人やねんな。だから飛行機乗ることに対抗じゃない、対抗はあかんねん、抵抗なかったんやけど、去年久しぶりに飛行機乗った時に、もうやばすぎて、もう、あ、なんか北海道行ったからどんぐらいだった、1時間ぐらいかな乗ってたの。もうさ、あれ大体さ、こう飛ぶときとさ、着陸するときのさ、数分ぐらいあれなるの。もうずっと、もう上ずっとこう同じな、あの高さを走ってるときも、もうずっともう耳が痛すぎて、あのなんかさ、あの呼吸とかこうちょっとゴクンってさ飲み込んだりするたびに、もう耳がもうなんかガンガンガンみたいな、なんか取り出されてるぐらいカンカン鳴って、もう痛すぎて、でいざ北海道着いて、あ、やっと解放されるって思ったら、それがさ、もう飛行機降りて全く乗らんくて、えみたいな、もうここもう、えここ空じゃないでみたいな、ここもう地上に降り立ってんねんけどみたいな、しっかりしてって思って。とかさ、あのなんていう、耳栓、あのなんか
こう耳抜きみたいな自分でやるやり方みたいないっぱいやってんけど無理で、結局その日もうほんまにだいぶ夜になるぐらいまでもうずっと日なんか夕がなんか 日中から夜までずっと耳痛くて、なんかそっからなんか飛行機乗るの怖くなった。だから帰りの飛行機マジで嫌で耳栓急遽買ってんけど、それでも結構やばかった。やばい。船はね、わからん、あんま船乗ったことないからわからんけど、でも多分陽気がする。車で無理やから。船とか結構やん。はるくもくんありがとう、タコありがとうございます。船か、船なん釣りしてみたい。人生でさマジの釣りしたことないからやってみたいな。釣り配信1時間の枠何も釣れへん釣り配信うん、メクセスタイム入ります。なんかこの2週間でなんたら配信何個かやりたいな。でも浴衣はやるのと、あでもダンスはやりたいな。どっかしらで普通にダンス踊るやつ配信したいあカラオケもしたいな。カラオケはこのさショールームについてるカラオケでカラオケしたらショールームマジで重くなって動かんくなるから、あのカラオケでやりたい。あのほんまの前あのイヤホンでやるやつじゃなくてほんまのカラオケでやりたいな。あとは何やる、ああれやろうよ、久しぶりに関西弁禁止配信やりたい。うん、パッパッパン口パクでカラオケ、いや一人やったらさ見抜くも何もないねもう口パク配信の何がおもろいの、え面白いかな。じゃあ今からじゃあ口パクで何かだから何の曲か当ててな。え何しよっかな。めっちゃ考えるやん。何しよっかな。はいじゃあ分かった、いきます。これ振り合ったら分かるよな。正解、未来の果実未来の果実でした。振り合ったら分かっちゃうか。あそうコラボ配信はねする、くるちゃんとはする、ゆうとかもやろうってさっき言ってたから、ゆずかとくるちゃんとはやるかも、この配信期間のどっかしらで。でもさダンス配信さ、あでもカラオケのあれか、カラオケ申請したらカラオケで行けるか。ダンス配信はやっぱさすがにやる。あ、え51分やん、やば、初日はもうあと9分で幕閉め。まあ初日はねちょっと様子見でやってみたんやけど、なんか普通になんか普通に面白かった。3時間
か3時間って意外と大変かなと思ったけど、なんかあれやね、ちなんかめちゃあっという間やった。普通にありがとう、マジでマジでみんなのおかげ。でもそれが2週間でなると大変そう、間違いない10日目とか一番やばいと思う多分。いや、うーん、明日からやばいな。初日はね多分みんなさスタートってなってるから結構あれやけど、明日からが正念場ですなんての配信面白くてマジで病。いやでもやっぱそれは嬉しいよね。やっぱあのまあランにはあのシンプルにあの話面白くて見てるよって人もいるから、やっぱねそういう人はありがたいよね。学校頑張れって言ってほしいです。学校頑張れ！そっか、学校？え、まだあんの？頑張ってね。もう家やったら保健所とか行っちゃえばいいね。いいね学校。やばい消えて重なってきた。みんな明日も頑張って、お仕事学校、家でダラダラする人家でお仕事する人みんな頑張ってください。さあ明日も頑張ります。周りを起こさず自分だけ起きられる目覚ましとけ。あー、イヤホン。でもさイヤホンとかさあれ寝てる間に取れたら死活問題やんな。もうパラレルワールド行くしかない。明日は朝7時からやります。30分よろしくお願いします。月曜から40度でバタリ、40度、40度、24時間半身浴しろってこと？おいマジか、マジか、半身浴30分でも結構きついねんけど、やばくない？40度は。55分、あ、ほんとだ、ありがとう。ちょっと待って、407度は死んじゃうからやめな。407度はそれこそほんまに炙ってるからやめ、みんな。407度はみんなあの笑ってられんから炙られるからやめときなさい。うん、それだって半身浴だったらさ、ここまで浸かるのがさ30分で暑いのにさ全部やで、24時間ってやばない？もうさ外でさこうやってさ旗持ってるおっちゃんとかおるやん、マジでお疲れ様って思う。お疲れ様です本当に、あの安全を確保してくださってる皆さん、暑い中本当お疲れ様です。いやマジでお疲れ様ですと思う。うん、まあ、ちょっとあの時間なんでランキング読みますね。では13位からいきます。とのーさんありがとう。12位ピンガチャさんありがとう。11位タンクトップさんありがとう。10位ユージさんありがとう。9位さとちゃんありがとう。8位ユーティデータさんありがとう。7位
安幸さんありがとう。6位はるくまくんありがとう。5位デュークさんありがとう。4位、バディガイさんありがとう。3位マーくんありがとう。2位ヒロさんありがとう。1位トリチューさんです。ありがとうございます。なにこれ、さくらんぼ、ありがとうございます。ということで今日はなんかもうお話し会したのが昨日に感じるわね、お話し会2日間ありがとうございました。でね、ショールーム配信も3時間初日初日ね、とりあえず笑っておもろく初日を終われてランはとっても嬉しいです。みんなもね、星集めとかいっぱいやってくれて本当にありがとう。本当にありがとうね、もう。うん。で、明日はこちらの時間で配信するので、来れる人は全員ここ集合でよろしくお願いします。トリプルプさん、かわいいプルプ、プルプってめっちゃ言いたい。レイモンスターありがとう。ありがとうございます。ではラッキーランチャー入れますね。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃん。効果音。個性的。47位の加藤アミコヤンさん。ありがとうございます。はい、全員洗面所に集合でお願いし、あ、でも朝は洗面所からやらんかもしらん。はい。じゃあこれがさ、切れるまで待っといていいんかなってことも59分やけど。なんかそのうち切れそうやから。ありがとうございました。本当にみんなマジで愛してる。ありがとう。またね、みんな寝るんだよ、いっぱい。バイバイ。ありがとう、楽しかった。楽しかったよ、ありがとね。バイバイ。バイバイ。